今日はですね、1965年に作られたプラモデルのロボットをご紹介します。これがですね、今井化学から発売になったキャプテンパトロールですね、プラモデルです。そしてこちらがミサイダー、名前が変わりましたね。発売はバンダイですね。まあ、これはこの今井化学が倒産して、その型だとか受け継いだバンダイがまあ再販したというやつです。すごいよくできてますよ。まずスイッチを入れるとライトがつきますね。そしてもう一つのスイッチを入れると、このミサイラーはですね、この肩のところにミサイルを発射する装置があるんですね。わかりますか？こう両肩にこういうミサイルがあります。これをですね、まあ、差し込むわけですよ。そしてこの手ですね、この手のところをやりましたね。飛んだね今ね。ミサイル発射しますっていう感じで子供たちは遊んでいたんでしょうね。まあ、ロボットというとブリキドロボットが、ね、主流というかロボットらしいじゃないですか。でも今となってこのプラスチックモデルのロボットを見るとよくできてますねって。僕はこのスケルトンな感じがすごく好きなんで嬉しいですね。テンパトロールとミサイラーは手に手を取って地球を守るみたいな、飛ばないようにこう飛んでダーベーンみたいな感じで、はい、それではミサイルを発射します。この手動です。いきます。ベーン。感動しますね感動してるのは僕だけですかね。いかがだったですか。今日はですね、キャプテンパトロール、そしてバンダイから出たミサイラーの2つをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。